クリストファー・ジョン・ワイルダーは、イングランド・サウス・ヨークシャー州シェフィールド出身の元サッカー選手。シェフィールド・ユナイテッド・ FC などの監督を務めた。1986年に、地元のシェフィールド・ユナイテッド・ FC で、プロデビュー。イコー・チャールトがスレティック・ FC などでプレー。しかし、プレミアリーグでのプレー経験はなく、ロザラム・ユナイテッド・ FC など株リーグのチームを渡り歩き、 2000から01シーズンにハリファックスタウン AFC でプレーした後33歳で引退した。2001年からアルフレトンタウン FC で監督業を開始。その後ハリファックスタウンやオックスフォードユナイテッド FC の監督を務め、2014年にノーサンプトンタウン FC の監督に就任。2015から16シーズンはエルリーグ2で優勝に導いた。 2016年5月12日、シェフィールドユナイテッド FC の監督に就任。2016から17シーズンは、エフルリーグ1で優勝し、エフルチャンピオンシップに導く。2017から18シーズンは10位で終え、翌2018から19シーズンは2位に入り、チームを2006から07シーズン以来の、プレミアリーグ復帰に導いた。 さらに同シーズンのリーグ最優秀監督賞に選出。ジョゼップ・グアルデオラやユルゲン・クロップラ、プレミアリーグで激しい優勝争いを繰り広げた両監督を抑えて、カブリーグの監督として異例の受賞となった。さらに同年12月には BBC が選ぶ最優秀監督にも選出された。選手時代を含めても初となった。 プレミアリーグとなった2019から20シーズンは大方の予想を覆す大健闘を見せ、その戦いぶりが各方面で絶賛された。2020年1月10日、シェフィールドユナイテッドと2024年までの延長契約に合意した。しかし、2020から2021シーズンは開幕ダッシュに失敗し、シーズン通して再開に低迷。 さらに選手補強の面でのフロント陣との対立も表面化。結局、悪い流れを変えることはできず、2021年3月13日に辞任も表明した。ありがとうございます。